<laughs> 明日食べようと思ってたけど、お腹すいたし。<laughs> 怒られるかな。でも、私用だもんね。こんな時間だけど、食べちゃおうかな。あ、あ、<laughs> あれ、夜遅くにどうしたのお手洗い へえ。あ、うん、私は済ませてきて、水でも飲もうかなって。いや、明日のご飯どうしようかなって考えてたら、冷蔵庫開けちゃってて。うん、うん、寝ないの私、後から行くよ。冷蔵庫開けちゃったし、ちょっと体も冷えてるから。あそうだよね、最近暑いし。 このひんやりした体が心地いいかも。じゃあ、このまま行こうかな。水あ、そっか。あ、水でも飲もうかな。その疑いの眼差し、気づいてるなあもう。 そんな探るような言い方やめてよ。気づいてるんでしょ私がしようとしてたことは。<laughs> そうだよ。お察しの通り。お腹空いてて、夜食に、君がくれたプリン食べようかなって。だってだって、明日食べようと思ってたから残したの。夕飯の後食べたらなんかもったいないなって思って。うん 明日休みだしだから、おやつの時間に食べたら幸せなんじゃないかなって。はあ、そうだよね。お腹膨れないよね、プリンなんかじゃ。うん。きっとプリン食べた後、我慢できなくてカップラーメンも食べちゃうと思う。うん、だって、お腹が。 うんう。う、気づいてたのう、恥ずかしいてか起きてたんだ、うん。寝てる時もお腹が鳴ってしょうがなかった。だってだって、君と一緒に海行きたかったから。うん。スタイルバッチリで引き締まった体を見て、君を虜にしようと思って。 はぁ、あ、無理なダイエットはダメだよね。で、ダイエット頑張ってもこんな時間に食べちゃったら意味ないし。はぁ、あ、私のやってきたことって、うん。君はそう言うけど、私が満足したかったのもあるの。引き締まった体を見て、自己肯定感を上げるっていうの大事でしょ うん、<laughs> そうだね。君に可愛いって言われて自己肯定感が上がらないわけないんだから。いつもありがとう。うん、でもお腹すいた。水で満たされるかな。最初は水だけ飲まって思ってたの。でも冷蔵庫が目に入って。 プリンが私を誘っちゃってね。食べて、食べて、って。そしたら、手が自然と冷蔵庫に向かっちゃって、そっと開けて、出迎えてたのがプリンちゃんで。うー、お腹すいた。んあ、いいよいいよ、そうなの。休んで。疲れたでしょ眠いくせに。 目もちょっと、とろんとしてるよ。そんな状態で私に夜食作ろうとするなんて。ほんと君って私のこと大好きだね。私も大好き。でも今日は我慢するよ。これ以上、食べないように。ぎゅーって抱きしめながら眠ってくれない そうしたら、なんか、体も動けないし、諦めて寝ようってなると思うから。君に抱きしめられて、幸福感でお腹いっぱいにしちゃおうかな。あ <laughs> あ、いいってば。申し訳ないよ。うん。いつまでも寝ててもらっていいよ。明日休みだし。 自然と目覚めた時に活動開始した方が最高でしょふぅ。<laughs> うん。う <laughs> お腹すいて、何度も目覚めちゃうと思うけど。わかった。それが嫌なんだね。じゃあ、私が勝手にカップラーメン食べとく。で、君は寝とく。 それでいいなんでよ本当に目覚めたのかやっちゃった。私の行動そんなに怪しかった <laughs> ごめんごめん。プリンの魔力って凄まじいな。 そんなの意味ないよ。毎日プリンが家庭内にあったら、贅沢品にならないでしょたまーに食べるプリンが最高なんだから。<笑><笑>じゃあお言葉に甘えて。君が作る夜食食べさせてもらおうかな。うん。その間私はお水取って。え でもこの時間にプリンは。うー、んうん。我慢できない。<laughs> もう、そんな風に言ったら食べちゃうよ。食べよ <laughs> だって仕方ないじゃん。君が食べろ食べろって言うんだから。 食べてあげなきゃかわいそうでしょプリンちゃんが、の。はーい。じゃあご飯食べた後に食べよその間ずっと私の相手してるの <laughs> もう、君言ってば私のこと甘やかしすぎだよ。 今度は私が、たくさん君のこと甘やかしてあげるね。それでウィンウィン。<laughs> 君の作るご飯大好きなんだ。楽しみ。<laughs> もう聞こえたこの通り、お腹空いてるから。 愛しいあなたの手料理と一緒に食べよっかな。<laughs>